はい、どうも、こんにちは。岩下スティーブンです。さあ、前回はこちらね、コンプリートセレクションモディフィケーションバースドライバーの紹介っていうことで、前編だったんですけど、今回はこちらですね、パッカンと強化フォームのバース X に変身するためのアイテム、X ユニットの紹介です。詳しく見る前に、とりあえずこのアングルでちょっと合体させてみるか。前方向からこうか。またここの上のところにアタッチメントをつけなきゃいけないんだけど、まあ、でっでっかくなるね。横にも縦にもだいぶサイズがでっかくなったね。こうやってドライバーに取り付けるユニットの紹介です。というわけで、こちらが今回の主役の X ユニット、復活のコアメタルと TTFC で配信された仮面ライダーバースバース X 誕生秘話に登場しましたね。こちらユニットの方はだいぶ縦長、縦方向にメダルが3枚装填できるようになっています。カラーの方はマットブラックにメタリックグリーンのライン、上の方にはデカデカと黄色で X マーク。バースドライバーと同様にメダルはこの上から装填するようになっていて、メダル装填部分にはちゃんとこう1本ライン2本ライン影になっていて見にくいけど3本ライン、コアメダルの後ろと同じ模様がついているんで、まあここに何を装填すればいいかっていうのが分かりやすい。形の方も横にすると結構オーズドライバーに近いような気がする。装填したメダルは一番下の横のところから外す。バースドライバーのスロットが進化したかなっていう感じ。そして裏面、こっちの方にも丸が3つついてる。一番上のところに X 印、この背面部分が全体的に電池蓋になっていて、ここのところに穴が開いてるんでロックを解除してスライド。使う電池は単4が3本、ドライバー本体と含めたら計6本必要になる。で、下にあるここのところがベルト本体との接続部分。そしてひっくり返すと下のところには電源スイッチ。ユニットに関しては特にモードはない。とりあえず外観こんなところだから電池入れてみると、まあ音はなんないね。特にスピーカーっぽいものも見当たんないから、こっちのユニットの方から音声は流れない。あくまでメダルの読み込み専用っていう感じかな。それじゃあドライバー、ユニット、合体パーツを使って組み立て。さっきも言ったけど、ここのメダルを出すところにこのジョイントをくっつけて、これで押し込んで接続。そしてちょっと裏返して、ドライバーのスロットのところにこれまたジョイントっぽいのがあるんで、この上からスライドする形でこの合体パーツを差し込む。まあまあ固めだね。よし、あ、大丈夫かこれ。結構しっかりくっつくんで、まあ、これだけで持っても、まあ、とりあえず大丈夫。はい、これでバースドライバー X の完成。完全にドライバーのスロットが使えなくなったね。じゃあこの状態でとりあえず起動。こっちのユニットの方にはモードがないんだけど、ドライバー側のモードは健在。前回やったように8モードの起動ができる。基本は後藤ちゃんだから後藤ボイスモードで起動。見切り発車でいきます。お、なんだ、反応したぞ。起動ゼリフの後で効果音と白い発光。ちなみに今ユニット側の電源は切っています。さっきは何も鳴らなかったけど、完成状態で電源入れると、あ、同じ音が鳴ります。すごいね、ちゃんと連動してるんだな。この辺りで何かしら送受信してんのかな。こっちが特に鳴らない、光らないなのに電池3本いるからね。そんだけ必要な理由がちゃんとあるんだろうな。起動したから、まず今回は最初の方にセリフ遊びやっちゃうか。ちなみにモードの切り替えができて、今後藤ボイスモードなんだけど、セリフに関しては後藤モード、後藤プロトモード、後藤ボイスモード、後藤プロトボイスモード、どれやってもセリフの方は特に変わんないらしい。操作は同じく下のセリフボタンを倒し、俺も戦わせてください。ちなみにバースドライバー X の状態での後藤ちゃんの音声は14種類。ちょっと長尺のセリフもあるけど、せっかくだから一通り聞いてみようか。ちなみにセリフに関しては掛け合いと被ってる部分もあるんで、その辺は割愛。怖かった。俺が死んだら誰が家族を守れるのか、そう考えると。でも子供の顔見ていて思ったんです。誰かが戦わなきゃ誰かも犠牲になる。それを黙って見ているのが耐えられなかった。妻に怒られました。私が選んだ男はそんな弱い男じゃないって。後藤ちゃん結婚してんだよね。俺も戦います。この世界を守るために。ベルトが使えない。コアメダルが復活した。これなら行くぞ。なんだこれは。なんだかよくわからないが、ありがとう。みんなのことはきっと、多分、おそらく忘れない。これを実戦で使う決意が固まりました。もう大丈夫です。バース X の機能は問題ありません。若干の、いや、かなりの不安がありますが、日野は自分の命を投げ出しても誰かを救おうとした。お前にそれができるのか。で、次は伊達さん。伊達さんのセリフは全部で8種類。お前、日野じゃないだろ。一筋縄じゃいかねえぞ。あいつの欲望、パーカみたいにでけえからな。それは楽しみだ。あとこれだけは言っとくぞ。もしお前が俺たちを裏切ったら容赦しねえ。命を懸けてでもお前を止めてみせる。
さらにセリフボタンは長押しで全モード共通で、伊達さんと後藤ちゃんの掛け合いセリフが3種類流れます。一通り聞いてみるか。後藤ちゃん、俺が時間を稼ぐから例のやつを。例のやつってあれはまだ実践用の。ああ、へいへいへい。こういう時の大事な言葉、見切り発車と現場対応。わかりました。伊達さん、あいつは見事に裏切りやがったぜ。どうするよ、ことじゃ。見切り発車で行きます。ちょっと。伊達さん、久しぶりに二人一緒に行こうか。やっぱり掛け合いっていうのはいいね。セリフ遊びはこんなところ。続きまして、変身前状態の遊び。変身前に交換ボタンを押すとモードに応じた音が流れます。伊達ボイスモード。変身。メダルを弾いて伊達さんの変身。ボイスじゃないモードだとメダルを弾く音だけになります。そして後藤ちゃんに関してはどのモードでも、変身。変身。変身の一言。交換とより変身っていうセリフが流れる。よ、それじゃあいよいよバース X に変身していきましょう。基本的に使うメダルはエビ、カニ、サソリ。上のスロットからまずはエビ。おお、ちゃんとこっちの方で発光してエビっていう風に反応。うまいこと繋がってんだな。すげえな、連動。2個目がカニ。3個目や3枚目にサソリ。ちゃんと串田明さんのボイスでエビ、カニ、サソリ。メダルを装填したらこれ結構カタカタ言うね。特に仕切りとかがないからこれ内側のところで割とグラグラしてるんだ。これでハンドルを回して変身います。あ、未だにこの回すのがおっかなびっくりだけど、これでバース X に変身できました。ちゃんと串田明さんの声で変身音声。最初のバー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 スーバ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 ース X っていうところは共通っぽいね。でその後にソカビ、一番最後のところが投入したメダルに応じて変わるんですね。本来オーズが使うとエビ、カニ、サソリでビーカーソーなんだけど、バースはこう上から縦順番にソーカービっていう風になるんですね。本来のコンボ名が逆転してるっていう状態。どの道真ん中だけは据え置き。これで変身できたんで、お次はメダル武装。変身後に装填したメダルを一通り取る。で取れずま順番通りに再びエビ、カニ、サソリを装填したけど、まあ、今度は特にエビ、カニ、サソリとは言わない。変身後はメダルの装填音と発光だけ。装填して再びハンドルを回転。サソリキャノン。そうするとサソリキャノンといって、まあ、サソリキャノンを武装。一番上に装填したメダルを武装っていう感じらしいね。ってことなんで再び外して、これ全部引き抜かなくてもいいのかな。じゃあ次はエビを一番上にで回転。エビレッグで最後にカニ。カニアーム。これでもう3つ武装状態。そしていろいろ武装ができたんで、お次はメダル武装必殺技。武装状態で交換ボタンを倒すると、カニコアバーストといって必殺技の音声。でもう一回押すと、エビコアバースト。必殺技の1回目は一番最後に武装したメダルの音が鳴る。2回目以降はメダルを武装した順番。ちなみに交換ボタンとセリフボタン同時押しでもなんかいいらしいよ。3回目、サソリコアバースト。説明書に音声のリストがたくさんあるんだけど、必殺技に関してはもう一通りコアバースト。あとはボタンじゃなくてここのハンドルの回転でも必殺技は流れるんだけど、変身に使ったメダル3枚がコンボで、なおかつ3つ全部武装状態だとコンボ必殺技音が流れます。コンボの技に関してはハンドルの回転だけ。ってことでコンボの技、ソカビコアバースト。コンボ名の後にコアバースト。じゃあ必殺技もできたんでメダル武装解除。武装解除するには交換ボタンとこっちの BGM ボタン。前回言い間違えたけど、このハス向かいのボタンを同時押し。
これで武装解除。あとは通常のベルトと同じで変身後にと交換ボタンとセリフボタンを同時押すると、バース内部交換音が流れます。で武装解除して変身解除の方も大体手順は同じ。一番下のセリフボタンと BGM ボタンを同時押しして、変身解除スタンバイ音が鳴ったら一番下のメダルを外す。おお、変身解除の音は普通のと違うね。これで変身解除できました。で、あとは平行世界への移動と、変身失敗遊び。誕生秘話で平行世界って言ってたからね。変身前の状態で交換ボタンとセリフボタンを同時押し。そうすると、ジャキッとセレクト音。これで、メダルをセットして変身すると、これで平行世界に移動しました。なかなか言わないような、これで平行世界に移動しましたって。で続いて変身を失敗するには、平行世界に移動した後で再びメダルを装填。1枚目、2枚目、なんか明らかに音が違うね。1枚目2枚目がメダルセット音の失敗バージョンで、最後3枚目をセットすると、これで変身失敗。明らかに故障したような音がしたね。そして今ちょっと危ないんで平行世界から戻りましょう。こっちの世界の僕と会ったら重なり合って崩壊するからね。いやー、ダーティーディーズダンダートチープ。戻るには武装していない状態で交換ボタンと BGM ボタン。同時押しで平行世界から戻ろう。変身。あれ変身。ちょっと待ってよ、なんだこれ。なんだこれ、なんだ、ならないぞ。これはなるのか、ちゃんと。まあ、もしかしたらなんか見落としてるのかもしんないけど、平行世界から戻れません。一応手順通りにやったつもりなんだけど、取り残されました。ちょっと SF みたいなこと言っちゃうけど、平行世界から元の世界に戻るにはどうしたらいいですか？はい、わかりました。Twitter 上で同じくガングレビアのリンチャンネルの K さんにね、平行世界からの戻り方を教えてもらいました。手順としては多分 TTFC の誕生秘話の流れに乗っ取った感じですかね。まずドライバーの実験で変身したら、平行世界に移動してしまって、で恐竜グリードと遭遇して変身しようと思ったらメダルが黒くなってる。ここで別にこの黒い方使わなくてもいいからね。これで変身しようとしたら、変身失敗してしまう。でさっきはこの状態から平行世界に戻ろうとしていたんだけど、劇中ではいろいろあってメダルの色が元に戻って、失敗した後に再び変身。成功してメダルを武装していない状態で、ここで効果音と BGM を同時押すると、はい、これです。これが正しい平行世界からの戻り方といった感じで、一連のギミックの流れは以上。こちら大量にリストがありますけど、タトバとか今まで集めてきたコアメダルがバッチリ対応してるんで、リストのやつを一通りやっていきます。ちなみにいろいろやる前に説明書の下の方にはっきり書いてあるんだけど、上記以外のメダルの組み合わせ、括弧1枚2枚での変身やセルメダルを含む。では変身音コンボ前フレーズはなりませんってことらしいけど、一応セルでのエビカニサソリ、あ、銀だね。セルメダルは銀扱いで、個別認識はしないけど、ここのところが青く発光。セルメダルっていう認識は少なくともしてるね。銀銀銀で、これで変身。X の後に言うコンボ名がならない。武装はできるのかな？セルレッグ。セルアーム。セルキャノン。一応ちゃんとセルでも武装はできる。じゃあ必殺技。セル。シンプルにもセルバースト。セルの青発光いいね。まあ、2回目効果音が変わる。レッグ、アーム、キャノンで一応必殺技が違うんだ。一応武装の部位は分かれてるっぽい。セルメダルにもちゃんと対応しています。その辺が分かったんで、次はコアメダル。
タカトラバッタ。バトタ、なんか発音がいいな。発光の方もちゃんと赤、黄色、緑っていう風に順番に変わっていた。メダルに応じた発光がちゃんとあります。それじゃあ武装、タカレッグ、ヘッドはレッグになる。アームは真ん中なんで変わらず、いいね。装填した時もちゃんと色対応してるからね。バッタキャノン。で、これ以降どうしよっかな。音声に関してはちゃんと必殺技やると。バッタコアバーストっていう風にちゃんと連動はしてるんだけど、コアバーストと必殺技のところが音声同じっぽいから、まあこの辺も割愛かな。それじゃあどんどんやっていきましょう。本来はガタキリバ。落ちていく勢いがまあまあ強いんだよな。バキリガタ、肩がすごいことになってそう。で、武装、クワガタレッグ。どうなるのか姿見てみたいな。カマキリアーム、バッタキャノン。ちなみに発光はグリーンで統一。お次、本来はラトラーター、タートラーラ。そして武装、ライオンレッグ、トラアーム、チーターキャノン。次、本来はサゴーゾ、発光は白系、ゾゴーサ。サゴーゾからそんなかけ離れていないような気もする。じゃあこの辺も武装、サイレッグ、つま先とんがってそう、ゴリラアーム、ゾウキャノン。絶対これ鼻がキャノンでしょ。お次、本来はタジョドル、赤発光でドルジャタ。コンボ名ひっくり返るの面白いな。武装、タカレッグ、クジャクアーム、コンドルキャノン。お次、本来はシャウタ、タウシャ。これもまあ結構シャウタと近いものはあるかな。じゃあ武装、シャチレッグ、ウナギアーム、タコキャノンはもう絶対炭吐くわ。意外と武装が想像できるものもちらほらあるね。この辺妄想するのがまた楽しいんだよな。続いて本来はプトティラ、一応紫の発光かな。ティラトプ、最後がトプってのがいいな。じゃあ武装、プテラレッグ、トリケラアーム、ティラノキャノン。お次は本来ブラカワニ、オレンジっぽい発光、ワニカブラって動物なんかいそうじゃない。チュパカブラみたいなね、あの未確認生物だけど。じゃあ武装、コブラレッグ、カメアーム、ワニキャノン。じゃあ次、本来は魂コンボ。タカは一応対応しているのがひび割れたやつ。ちゃんとタカ扱いだ。ショッカーは黄色、
しーまた、なんかの業界用語みたい。武装タカもさっきやったから飛ばして、イマジンからイマジンアーム、ショッカーキャノン、これどうなんだろう、ちゃんとうるさいのかな、本来はスーパータトバ、おじっくりスーパータカ、スーパートラで、ここはおとなしいわな、スーパーバトタ、まあ変わるのコンボ名だけだからな。それじゃあ武装、ちゃんとスーパータカレッグ、スーパートラアーム、スーパーバッタキャノン、キャノンって強そうだからな、スーパーつくとなんかより強そう。こっからは未来のコアメタル、本来はシガゼシ、緑発光なんだ、シガゼシはこれ変わんないんだ、そうか、鹿の死、ガゼルのガゼ、牛の死っていうあのこの上下が両方とも死なんで、だからもうシガゼシに関しては入れ替わってもシガゼシなんだ。こういうパターンもあんのね。武装していこう。シカレッグ。ガゼルアーム。牛キャノン。次は本来ならムカチリ。リチムカ、リチムカもグリーン発光で武装、ムカデレッグ、ハチアーム、アリキャノン、次は本来ならセイシロ銀、銀白星、なかなか文字数が多いね。で、多分未来のコアメタルに関しては全部グリーン発光なのかな。で、武装、セイウチレッグ、セイウチレッグ、白クマアーム、ペンギンキャノン、なんかペンギンの言い方テンション高えな。お次本来はサラミウオ、ミウオラサ、なんか言いにくいな。それじゃあ武装、サメレッグ、サメレッグ、クジラアーム、オオカミウオキャノン、オオカミウオキャノンで、リストでは最後のゴーダムカチリ、これに関してはどうなるんだろうな。あ、ムカデ、ムカデハチアリ、ゴーダ。ここはもうゴーダなんだね。発光の方も紫色。一応武装変わるかな？あー、もうムカデハチアリは変わらないんだな。あー、でもここの色変わるんだ。通常のムカチリみたいにグリーン発光ではない。なんかちゃんとそれぞれに合わせたようなカラーになってますね。というわけでリストにあるものは以上なんだけど、一応リストにないものも音声対応してるのか聞いてみよう。この人らはもともとコンボがないからね。X、アマゾン、ストロンガー、白、緑、赤。発光もちゃんと違う。コンボは言わなくて武装。ライダーアームな、そこはそうなるんだ。ってことは？ライダーアーム、全部アームか？ライダーアーム、多分全部ライダーアームって言ってるよね。あとはこれまたコンボのないパンダ、ヤドカリ、カンガルー、ちゃんとそれぞれ色が対応している。で、武装、パンダアーム、ヤドカリアーム、ヤドカリアーム、
カンガルーアームと一通りアームです。じゃあタザドルコンボエタニティは？あー普通に高か。うん、ドルジャタだから、まあエタニティだけど高クジャクコンドル扱いになっています。じゃああとは財団 X 製のメダル。あ、もう普通にクワガタ、カマキリ、バッタの認識。財団もコアも関係ない。じゃあ最後にこっちのエビ、カニ、サソリ、一応後ろのラインに合わせるか。サソリ、カニ、エビ、ソカビとも言わないけど白発光。メダルとしてはエビ、カニ、サソリっていう認識はしてるんだけどコンボはできない。とりあえず一通りこんなところかな。飛ばした必殺技関係で違いがあったらすいません。公式ラインもよろしくね。はい、というわけで今回はコンプリートセレクションモディフィケーションバースドライバー &X ユニット紹介の後編、2つを合体したバースドライバー X の紹介でした。改めて装着してみたけどやっぱりでっかくなるね。見た目の大幅な変化もそうだし機能面でもだいぶアップデート。セルメダルではなくて主にコアメダル、しかも3枚使って変身。システムで言ったら結構オーズには近づきましたよね。劇中では確かこのエビ、カニ、サソリぐらいしか使っていなかったけど、おもちゃの方では今まで出てきたコアメダル全てに対応。タトバコンボだったらバトタっていう風に、元々の音声も大幅に変わっていたんでこう連動がいろいろ楽しかったね。これぞおもちゃの醍醐味っていう感じで目新しいものがすごい多くて楽しかったです。動画としては省いたけど一通りちゃんと必殺技があるから、これプレイバリューなかなかすごいですよ。ただまあちょっと不満があるとすれば、ここのメダルの固定がガタガタガタ切り場、ちょっと動いただけでこうカタカタ中のメダルの音が鳴るんですよね。もう激しい動きした日にはこれですよ。まあわずかだけどここのカタカタ音が鳴るのがちょっと気になりますね。それ以外の機能面では普通に楽しみました。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。